影の実力者になりたくてセカンドシーズン第8話竜の涙見ていきたいと思います。おもろそうだね。また前回がね、あのホストにハマった重い女ムーブのアルファと、まああと推しのデルタが面白かったっつうところはあるんだけど、あの終わり方なんだったんかいねっつうのがあって、まあ面白かったからいいよ。まだね、あの影実セカンドのあのひらがなの方ね、あれ見れてねえんだけど、後で見ようかな。よし、じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますので、 Twitter のフォローお待ちしております。よろしくお願いします。さてと、今回はどういう話かな、楽しみ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。じゃがいも類。マスク大丈夫？大丈夫かな。俺の予備。やばくないか。オープニングねえんだ。オープニングあるやん。こんな始まり方か。終わっちゃったオープニング。バレたやん。第8話竜の涙。オープニングねえんだな。でもちゃんとお客様って言うんだね。は？暗号？やばい、新たな性癖が開花してしまう。止まったんかと思った。私って言
ほう。あの時。なんだこれは。なんだこれ。温泉でしょ。黄金の涙ってなんだろうな。温泉っていうことやねんかな。温泉だな、やっぱ。金曜ロードショーだ。温泉デートになってんだけど。3対3だね。そうだね。危なすぎだろ。バッチバチや。みんな行きたいんだな。お前それしか言わねえじゃねえか。温泉に入りてえだけじゃねえか、お前も。じゃんけん？わかったって。お、三人や。誰や？誰や？うるせえ、お前らなんかどうでもいいんだわ。それそれは出る。ああ、やばいぞ。怖いな。なんか文句ってた。
あれ？あいつじゃね？名前が。お前らの話なんだな、今日。シドどこで何やってんの？なんでいいんだお前ら。なんか、楽しそうだなお前。裸やん。紐。禁止よ、しか言ってない。ちゃんと服着ることできるんだな。誰君。あれ。あれ。ドボジで。いいよね、この二人のやりとり。すごい好き。お前も楽しそうじゃん。いっぱいいんな。覗きか。覗きじゃね？お前もいんのかよ。みんな来てんな。かわいい。
お前いいな、誰これ、竜の涙、竜の涙や、温泉か、温泉だな、ラムだ、ラムだ、やっぱ覗きやんやめとけって、やめとけって、やめとけ、やめろって言ったじゃん、涙、え、まだ入って、なんだろう、押すなよ、お、押しちゃった、なんだそれは、触んなって、何？感情やんけ。やだよ。泣いた、のんびりしすぎやろお前ら、楽しんでんな、お、久しぶりや。なんか、久しぶりだ。一期のオープニングのあれじゃん。ドジ。シュ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 。なんかおったぞ。
それじゃん。鼻血。ちゃっかりしてんな。相変わらずだな、この二人は。鼻血。終わっちゃったよ。多分違うよな。主人公が一回も出てこなくて終わったんだけど。なんかいっぱい歌ってんな。なんだこの回。温泉の会、みんなで休もうの会。いや、好きな女歌っとるだろう、これさすがに。ほら、七陰で歌ってる。すごい。でもこれオープニングなしでするような会なんか、これは。なんだろう、原作勢にとってのサービス会みたいなもんなんかな。わかんねえけど。おもろかったな。なんかまた普段より特段面白かったような気がする。どこになったのか。本当か。嫌なんだけど、この終わり方。ふざけんなよ。こんな終わり方すんなよ。おもろかったんだけどね。おもろかったんだけど。こんな終わり方すんね。なんだこれ。すげえ回を見たな。まあ。なんだったんだこれは。結局 C パートでも出てこない。何だったんだ。影実セカンドの方見てろかな。七影はたまには管を巻いたりしたい。何なんだ。おもろかったな。七影の回かな。ヒョロとジャガの回だったのかな。全員の回だったの。いろんな人が出ていろんなことをしていた。面白かったけど。まあ、ゆっくりできたならいいよ。で、結果としてね、姫の涙によって竜の魂をこう
なんかしたんだろ。また。たまたま。わからんけど。おもろかったな。いや、よかったよ。それにしてもすげえな、マジ。主人公が一回も出てこず。終わった。あ、そっか、今出とるんだ。あれだ。なんだったっけ、冬が終わったら帰ってこようみたいなこと言ったもんな。あれか、それでか。なんかちゃんと考えてんだな。面白かった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますね。ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、影の実力者になりたくてセカンドシーズン第8話、竜の涙でした。ありがとうございました。